北部訓練場は沖縄県国神軍の国神村と東村にまたがるアメリカ海兵隊の基地。総面積は約35.33平方キロメートルであり、沖縄県における最大の軍事演習場である。本区域の上空2000フィートまでは米軍による使用が認められている。英明キャンプゴンサルベスは沖縄戦で戦死したハロルド・ゴンザルベス海兵隊一等兵に、 ちなむ、正式には、ジャングル戦闘訓練センターである。海兵隊をはじめ陸軍、海軍及び空軍の各種演習、訓練場として使用される。1996年12月2日、SACO 最終報告において、1997年度末を目途にアンハ訓練場の陸域及び水域の変換を合意。条件として、北部訓練場から、 海への土地及び水域の提供が決められた。ヤンバル国定公園陸地会と北部訓練場を沖縄東北部のいわゆるヤンバルと呼ばれる地域に位置し、沖縄本島随一の森林地帯として、県土保全、水源観葉林の大きな機能を果たしており、また、国の特別天然記念物のノグチゲラや天然記念物のヤンバルクイナなどの絶滅危惧種の生息地として、 国神村川の一部に国指定やんばる長寿保護区を平成21年に県指定から国指定に設定している。また北部訓練場の周辺には北部訓練場を水水源管要林とする沖縄北部五ダムが位置する。ベノキダム、フン川ダム、アンハダム、新川ダム、そして地図の左下に福地ダム。1970年2月頃から 北部訓練場で住民が知らない間に実弾射撃場が建設されていた。1970年12月、森と林業によるヤンバルの人々は実弾演習はしないという当初の条件を無視し、強行しようとする米軍に村ぐるみで抗議し撤去させた。2009年8月15日、国神村は村生100周年記念事業として、 イベカク実弾射撃演習組織闘争費を混流した。そこには次のような内容が刻まれている。以下要約する。1970年12月22日、国神村長宛てにイベカクを中心とした北部訓練場内に実弾射撃訓練場を設置することを琉球政府を通して電話通告してきた。26日に国神村議会は即、 抗議決議を採択し演習阻止を明確に宣言した。同日に安田区では演習場設置反対評議会を結成し、住民ぐるみで動員体制を整えた。午後には米海兵隊かついたちから射撃演習を始めるとの情報を村に伝え、緊迫する中で30日を迎えた。国神村あざ安田、安波、ソスの三集落では、 小中学生も阻止行動に参加した一方、着弾地点には子ども高齢者を除き最大動員して座り込み、抗議、阻止の旗を、ケけ火を焚き、煙の合図で強固な阻止体制が完了したことを告げた。31日を迎えた。国神村長を先頭に村民はじめ支援団体約600人が発射地点近くで実弾射撃阻止大会を開き、 着弾地点の北側に70人、南側に200人の行動隊が座り込み実力阻止、有志鉄線を乗り越えて発射地点に突入、大混乱の中で重軽傷者を出しながら体を張って米軍権力に対抗して阻止実現。持ち込んだ砲弾はヘリで持ち帰り、米軍は正式に実弾射撃演習の中止を発表した。こうした決死の思いで村民、 県民の生命、財産をはじめ、豊かな自然、水資源、ヤンバルクイナや、ノグチゲラなどの貴重な動植物を守ることができた。森と水と安らぎの里と言われる、ヤンバルの自然を守り育てようとした先人たちの、偉業を、イベ学実弾射撃演習組織闘争費の存在を、通して、平和、命の大切さを学習し、後世に語り継ぐために、この地に、 イベか実弾射撃演習素し、改装費を設置した。1987年1月、海兵隊は、水源地アンハダムの南約270メートルの場所で、突然、ハリアー攻撃機のパッド建設工事を始めた。国指定特別天然記念物、ノグジュゲラや、天然記念物ヤンバルクイナなど気象動物の生息地というだけではなく、アンハダムやフンガワダムは、 県民にとっての生活に不可欠な水源地であり、また、1月16日早朝から工事が再開されると、区民は激しく抵抗し、ゲート前に座り込んでいた区民約150人が憲兵隊突破して現場に突入し、作業中の重機の前に立ち塞がるなどして抗議し、工事を中断させた。旧ヘリパッド、北から LZKBJ、LZ-1A。 Lz-1、Lz-2、Lz-2A、Lz-3、そして南側の Lz-21。旧ヘリパッドの状況の一例。上から。上から、Lz-1、Lz-1A、Lz-2、Lz-2A、Lz-3。ほとんどが有給化し、草木や樹木で覆われているものも少なくなかった。 SACO 最終報告により、同訓練場の用地の約半分を国に返還することと引き換えに行われることになった計六箇所のオスプレイ対応ヘリコプター着陸場の新設は、東村の高い集落からわずか 2km 地点にぐるりと集落を取り囲むように配置する計画であったことから、再び住民の激しい反対運動が起こった。 住民らは再び工事現場で座り込みを行ったが、2008年11月、国は高江住民ら15名に対して、那覇地方裁判所に通行妨害禁止の仮処分の申し立てをした。市民の反対意見を封じ込める目的で、国が個人を訴えるという未曽有のスラップ裁判の対象となった高江の住民の中には7歳の子供までいた。 那覇地裁は2009年12月11日、男性2人について一連の行動に違法性があったと認定し、妨害禁止を命じる決定を行った。一方で、テントの撤去と他の12人に対する申請は却下した。基地に反対する住民を国が訴え、違法性を認定させた、司法判断が示されたは、初のこととなる。2016年7月11日、 前夜の参議院選挙で自民党の島尻愛子沖縄担当大臣が大差で落選したその9時間後一斉に高江に機動隊が配備され工事が始まった7月22日には警視庁千葉県警神奈川県警愛知県警大阪府警福岡県警からも機動隊が送り込まれ高江は反対する市民を500人の機動隊で封じ込めを狙った また地元市の記者を現場から強制排除し工事を強行。9月13日、米軍基地の建設のために自衛隊のヘリを使って工事車両を現場に空輸するという異例の事態となる。12月21日、安倍晋三総理はキャロライン・ケネディ駐日大使と北部訓練場の過半の返還の合同発表を行った。2017年12月、 沖縄防衛局の現状回復のための調査報告によると、米軍が代替施設を求めた返還地の旧ヘリパッド7施設は、実はその多くが有給化し、実際には使用されておらず、草木や樹木などで覆われていたことが確認されている。これらの有給化した旧ヘリパッドと引き換えに、日本政府は高江集落周辺にオスプレー対応の 新設ヘリパッド6施設と新しい水域と接岸部分の土地を米軍に提供したことになる。産経新聞は東京や大阪など労働組合員が支援者として応援に来ており、そうした支援者は与那国島での自衛隊配備後は名護市、辺野古や石垣島への自衛隊配備とともに北部訓練場へのヘリパッド移設などの反対運動にも転戦したと書いた。 2017年1月2日に、東京 MX が放映した DHC テレビジョンのニュース女子番組では、反対派は、テロリストみたいだ、日当をもらって、何らかの組織から雇われているのか、等が多く語られ、実際には、沖縄高いから約40キロメートルも離れた、太見過ぎたトンネル前で、トラブルに巻き込まれる可能性がある。ここから先は危険として、取材はしなかった。 その後、この番組に対し放送倫理、番組向上機構は、重大な放送倫理違反があった、民主主義社会における、放送の占める位置を脅かす、事態、本件放送において、取りでは崩れたと厳しい判断を下した。引き続く2月24日の記者会見で、ニュース女子番組に出演した日本文化チャンネル桜の、キャスターガナハマサコは、高校で常駐する。 約100名程度の抗議者の約3割が在日朝鮮人だということが研究者によって明らかにされたと語ったが研究者とされた人物とはその記者会見で同席していた作家篠原明自身のことであった。後にノーテッド部に出演した篠原は3割から5割の在日の人がいるとは関係者から聞いた伝聞であること篠原自身は 数人の在日活動家しか確認できなかったと、記していたことも確認された。2019年12月24日、沖縄タイムスは、安倍政権の泉洋人首相補佐官が、J パワーに、盾や、水、燃料タンク等の協力を要請した内部メモを、スクープ。民間企業である J パワー側は、中立を守りたいと断ったが、泉は、中立とか言うのは勘弁してください。 海外案件は何でも協力します等の交渉があり、2016年9月14日、首相官邸に J-Power の北村正義会長を呼び出し一部施設などの提供を迫って協力させた。ベトナム戦争当時、北部訓練場近隣に住む住民をベトナム人に噴させ、ベトナム風の集落を作り、殺戮の演習が展開された。演習では、枯葉材の散布も行われたと、 当時参加した元米兵の証言がある。米軍退役軍人が1961から1962年に雑草除去のために枯葉剤を散布し、2ヶ月以上にわたり枯葉剤を浴びたと証言し、退役軍人賞の認定を受けた、退役軍人が保証を受けた。日米地位協定により米軍は、返還地の現状回復義務を負わないとされており、返還地における、 廃棄物や有毒物質の調査や処理は防衛省が日本の国費で行い地権者へ返還することになっている。防衛省は米軍から返還された北部訓練場の使用履歴などを書類資料から調査する資料等調査に約2億5700万円、実際の廃棄物の処分、廃棄物等調査に約4300万円を計上。沖縄防衛局は米軍に対し 変換地域で過去4件あった CH-46 ヘリの墜落事故に関する記録や、晴れ破剤の使用、廃棄物処理場などの情報を求めたが、米軍は記録はないとして情報提供を拒んだ。防衛局はそれを受け、有害物質の使用や流出事故が発生したことを示す情報は確認されなかったとした。最短1年で、 死傷除去を行い報告書を出し、地権者に引き渡した。しかし薬莢レーションの袋、構造物や PCB の検出されたドラム缶など、続々と報告されている。インフォームドパブリックプロジェクトの河村正美代表は、実質8ヶ月で、部分的な範囲に限っての基地の汚染除去はあり得ないと、指摘する。国は、世界自然遺産の登録を目指している。 変換に際し、防衛局は最新映像技術を使用し、墜落場所を独自に特定した。沖縄防衛局の報告書によると、2016年度変換区域内における過去の米軍ヘリ墜落事故は判明している限り4件あり、防衛局は独自で地形解析から墜落場所を特定した。4機のうちの2機は、アンハ・ダム水域に墜落していた。保健当局は、 JWTC 障害物コースでの停滞水域に接触後、兵士の間でレプトスピラ症と推定される症例の報告が急増している件について調査している。2008年7月、イスラエル軍、ドイツ連邦軍が本演習場での演習を検討していることが報じられた。2008年5月に両軍及びオランダ軍が演習場の視察を実施したのがきっかけであり、 ドイツ軍連絡官は、とても素晴らしい施設で、ここに来て訓練できることを楽しみにしていると絶賛した。アメリカとしては、当時進んでいた紛争介入の多国籍軍化を踏まえ、米軍、琉球新報によれば日米地位協定では、第三国の軍隊による演習場使用は認められておらず、実現には日本側の了承など政策の転換が必要であるが、 外務省は困難との姿勢を示した。また、本演習場は、国連軍地位協定の対象施設ではない。琉球新報は直ちに反対する意向を示した。外来種であるマングースの増殖により、ヤンバルクイナが捕食され、生態系に脅威を与えている。そのため、日米両政府、在日米軍の協力により、環境省の監督のもと、沖縄県によって、 捕獲事業が実施されている。野犬が増えて、ヤンバルクイナを食べて減ってきているとも言われている。2010年には、台風7号で被害を受けた j w t c の施設を修復した。訓練でぬかるむ泥水の中を進む海兵隊員。タイゲリラ訓練基地として活用され、不評演習、ヘリコプター演習、脱出生還訓練、救命生存訓練、 砲兵基礎協練などを行う。JWTC は専門家による共同を通じて、海兵や統合軍部隊が密林環境での過酷な戦闘へ備えることができるようにしている。小部隊の統率、戦術の心へ、部隊の結束を構築していく上で、教官たちは信頼を醸成し、リーダーシップを育み、JWTC で訓練するべての兵士たちに、 挑戦を突きつけるという。こういった訓練は海兵隊全部隊に対して実施され、例えば兵隊部門からも参加部隊がある。j w t g での訓練の様子は報道公開が実施される場合もある。沖縄タイムスによれば、コースは2005年までは8種あったが、UDP での派遣人人員減少により、ジャングルスキルコースとジャングルリーダーズコースの2種に絞られているという。 琉球新報によれば、年間の訓練人員は1200から1400名程度だという。以下、休止中の過程も含め、各コースについて説明する。ジャングルスキルコース A 小ジャングルスキルズコース。j w t c はこのコースで、密林環境での基礎的な開閉としての、戦闘技能を習得する場を提供している。コースは5日間の訓練日を含む6日間からなる。 ジャングルにおける基本的な戦闘技能に加えて、本コースでは、訓練部隊における小部隊の統率、戦術の考え方、及び部隊の結束を強めるように訓練計画が組まれている。訓練は100人からなり、本コースでは地上での誘導、パトロール、ロープの使用とリペリング、密林に仕掛けられる罠などいくつかの科目を教わる。本コースは、 ジャングル耐久コースの一部ともなっている。ジャングルリーダーコース栄称ジャングルリーダーズコース。本コースは、小負隊戦闘作戦のあらゆる局面及び密林での基本的な生産の技術をもって、勝負隊指揮官としての能力を伸ばすように計画されている。この過程を受ける以前に教育された、ジャングルサバイバルコース機関の基礎的な戦闘技能の総合教育とも連動している。 本コースに参加するためには、ジャングルスキルコースは必修である。本コースの目標は勝負体指揮官で、あらゆる職種専門技能の者が参加する。コースは5日間の訓練日を含む6日間からなる。訓練は25人からなり、本コースでは、パトロール命令、パトロール路密林での負傷兵輸送、生存の技能、警備拠点の防御と構築などいくつかの科目を教わる。 ジャングル耐久コース JWTC での6日間の耐久コース。海兵隊員が黄色い煙の中を通り抜ける。栄昇ジャングルエンデュランスコース。本コースはジャングルスキルコースの上位にある。ジャングルスキルコースの5日間は本コースにも全体に渡って活用されている。12から18人のチームで訓練生たちは3.8マイルの深い密林と急峻な地形を横断する。 チームワークと忍耐力を利用して、それぞれのチームはコースに沿って広げられた31の障害を突破するのを互いに競い合う。急速、リペリング、ロープでの障害物突破、水上の障害物突破、単価の運搬などすべてが揃ったコースである。個別作戦映象インデ,ンディペンデントオペレーションズ。JWTC は、部隊が独立して作戦するための区域を、 事前の調整を実施することで提供する。その区域を利用して、部隊は現実的な都市の地形による訓練、吸収、非戦闘員救出作戦、偵察、監視、地上での誘導、ファーストローピング、空中抽出、通信訓練、水面空抵降下訓練などが実施されてきた。ありがとうございます。